デビン・タウンゼンドは、カナダのギタリスト、ボーカリスト、ミュージシャン、プロデューサー。エクストリームメタルバンドストラッピング・ヤング・ラッドの創設者であり、自身の名を冠したソロ名義の作品も制作。また数多くのバンドの作品にゲストボーカル、ギタリストとして参加したり、プロデューサーとして様々なバンドのアルバム制作も手掛けている。デビン・タウンゼンドの背景にある音楽は、 ヘビーメタル、ハードロックを中心にインダストリアル、グラインドコア、プログレッシブロック、アンビエント、ニューエイジ、など多岐にわたっており彼はプロジェクトごとに違うスタイルの音楽を作り出している。ただストラッピング・ヤングラットの作品、ソロ名義の作品など、どれにも共通しているのは、ボールオブ・サウンドと呼ばれる多重録音によるレコーディング技術を多用している点であり、これにより、 彼独特の厚みのある独特のサウンドが生まれている。1972年5月5日、カナダのブリティッシュコロンビア州ニューウェストミンターで生まれる。5歳の時にバンジョーを弾き始め、12歳でギターを始める。高校入学後グレースカイズ、コスティックソートなどのバンド活動を経て、友人とメタルバンドノイススケイプスを結成、デモテープを制作。デモテープは、 彼の手によりいくつかのレコードレーベルに送られ、まもなくその中の一つ、リラティビティレコーズが、デビン、タウンゼンドの才能に目をつけることとなる。リラティビティレコーズの A&R は、当時すでに世界的に成功を収め著名な、ギタリストとして知られていたスティーブ・バイが彼のバンドの、ボーカリストを探しているのを知っており、デビンこそ、新しいボーカリストにふさわしいと考え、ノイススケイプスの、 デモテープをスティーブ・バイに送った。バイはデモテープを聞いてすぐにデビンの声を気に入り彼にスティーブ・バイのバンドへの参加を申し込む。デビンは申し入れを受けバイのニューアルバムセックスレリジョンにボーカリストとして参加することになった。レコーディングが終了しアルバムが発表されるとデビンはバイのワールドツアーにも参加。このバイにおけるデビンの卓越したボーカルと エキセントリックなパフォーマンスは多くのロックファンに狂気を持って迎え入れられ、彼は優れたボーカリストとして広く、ロックシーンに知れ渡ることとなる。バイのワールドツアー参加の後、デビンはイギリスのハードロックバンドザワイルドハーツのサポートギタリストとして1994年のツアーに同行したり、カナダのエレクトロニックボディミュージックユニットフロントライン、アセンブリーのレコーディングに、 ギタリストとして参加。またこの頃、メタリカのベーストジェイソン・ニューステとエクソダスのドラマートム・ハンティングと共に IR8 という名義でデモを制作。このデモは2002年にジェイソンによってリリースされるまで公の場に出てくることはなかった。ザ・ワイルド・ハーツのツアーに同行していた1994年、デビンは自身の手による音楽を作りたいと考え始めデモを制作。 結果センチュリーメディアレコーズと契約したデビンはストラッピング・ヤングラットの名でプロジェクトを立ち上げ、レコーディングを開始。1995年ヘビーアズ・エイリアリー・ヘビーシングをリリース。ここで彼はすべての曲の作詞、作曲、プロデュースを手掛け、演奏はボーカルとギターを担当する。1997年にはドラマーにダークエンジェル、 デスで活動していたジーン・ホグランを迎え、セカンドアルバム、シティをリリース。スラッシュメタルに、インダストリアル要素を取り込んだストラッピング・ヤング・ラッドのヘビーな音楽性は、多くのヘビーメタルファンから支持され、数々のヘビーメタル専門誌からも称賛された。ストラッピング・ヤング・ラッドでの活動の一方で、彼は、ソロ名義でのアルバム制作も進める。 1996年にレコーディングされ、アルバムは完成するが、レコードレーベルとの契約ができず、デビンは自身のレーベルヘビデビレコーズを設立し、アルバムをリリースすることにした。1997年、ソロ名義としては、初のアルバム、オーシャンマシン、バイメックをリリース、翌1998年には、インフィニティを続けてリリースする。 ストラッピング・ヤング・ラッドでのヘビな音楽性とは違い、ソロ名義での音楽性は、ハードロックにプログレッシブロックやアンビエントの要素を取り込んだメロディアスかつ重厚なスタイルであり、また、インフィニティでは、ザ・ワイルド・ハーツのジンジャーと共にクリスティンを制作するなど、ポップなアプローチも見せている。また、1995年には、地元バンクーバーの音楽仲間3人とパンキー、 ブラスター名義でクックット・オン・ホニックスというストーリー仕立てによるパンクミュージックのパロディアルバムを制作1996年にヘビデビレコーズからリリースしているストラッピング・ヤングラットのシティ発表後デビンはソロでの活動に専念する2000年にストラッピング・ヤングラットのメンバーでレコーディングに臨んだフィシシストを2001年にテリアをリリース テリアではそれまでにないアンビエントやプログレッシブなアプローチによりプログレッシブロックファン層から支持を集める。2001年活動を休止していたストラッピング・ヤング・ラットの活動再開を宣言2003年にセリフタイトルアルバムストラッピング・ヤング・ラットをリリース。アメリカビルボードのヒート・シカーズチャートで97位と初めてアメリカでのチャートインを記録している。 まだ同年ストラッピングヤングラットと並行してレコーディングをしていたデビン・タウンゼンドバンド名義のアルバムアッコセロレイテッド・エボリューションもリリース。レコーディングメンバーは地元バンクーバーの無名ミュージシャンがオーディションにより集められ、ここでのメンバーはその後デビンのソロ名義での活動に大きく貢献することになる。2004年にダークアンビエントへの強いアプローチを見せたデブラブを ヘビデビで構図のメールオーダーで販売。翌年の2005年には、ストラッピング・ヤングラットで、エイディアンを2006年にデビン・タウンゼンド、バンド名義としては2作目のシンクエストラをリリース。しかしここまで、精力的に活動をしていたデビンであったが、同年7月のストラッピング・ヤングラットのザニュー・ブラックのリリースとそれに伴うフェスツアーにおいて、デビンは、 ストラッピング・ヤングラットの終了宣言をし、家族と共に過ごすためとしばらくはツアーを行わない、ことも宣言した。表舞台に姿を見せなくなった、デビンであったが、2006年にはアンビエントにアプローチした2つ目の作品、ザ・ハマーを、やはりヘビデビレコーズのメールオーダーでリリース。2007年には、自身の子供ができたことをきっかけに、 ジルイドという架空の宇宙人か主人公によるストーリー仕立てのアルバムジルイド・ザ・オム・ニシェントをデビン・タウンゼンド名義でリリース。しかしこのアルバム発表に伴うツアーなどは先立ってのデビンの宣言の通り全く行われなかった。2009年までの間にデビンは自身の音楽制作ではなくたバンドのプロデュースを多く手掛けている。最初は彼がプロデュースする作品は 彼のバンド仲間や友人関係にあるバンドに限られていたが、2002年、スイルワークのナチュラルボーンカオスをきっかけにラム・オブ・ゴッド、ダーケスト・アワー、グアー、ブリーディング・スルーなどをプロデュース。プロデューサーとしても高い評価を受ける。しばらく音楽制作に関しては、音沙汰のなかったデビンであったが、2009年にそれまでの自身の人生をテーマにした。 全く違う音楽性の4つのアルバムを制作、順次リリースすると発表。デビン・タウンゼンド・プロジェクトという新たな名義を打ち出し1作目のカントリーやアンビエント、オルタナティブロック色の強い木をリリースする。立て続けに同年には2作目のアディクテッドを翌年2010年からはツアーを開始。北米、ヨーロッパなど数多くの都市を回り夏にはフェスにも多く出演。 元ザ・ギャザリングのアネケ・バンジア・アズ・バーゲンをゲストボーカルに迎えポップな路線を強く打ち出したアディクテッドはファンのみならず多くのメディアから高い評価を受けデビンの完全復活を印象付けたそして2011年には4部作の残りの2つディー・カンストラクティンとゴーストを同時発売ディー・カンストラクティンは数多くのゲストミュージシャンとフルオーケストラを起用し ストラッピング・ヤング・ラッドとは、また違った、プログレッシブかつヘビな音楽性を見せた。一方、ゴーストは、ニューエイジに強くアプローチ。最初の宣言通り全く音楽性の異なる4つの作品により、デビンの持つ幅広い音楽性が、さらに強くアピールされることとなった。同年11月にイギリスは、ロンドンで、デビン・タウンゼンド・プロジェクト4部作の再現ライブを4夜、 連続で行う。この再現ライブは、バイ、エースレッドとして2012年に DVD 化。限定生産分がわずか数ヶ月で売り切れ、現在では入手困難になっている。2012年、4部作で終了かと思われたデビン・タウンゼンドプロジェクトの名義のもとに、エパクラウドをリリース。同年の10月には、ロンドンでそれまでのデビンの音楽を集大成にした。 スペシャルショー、ザレチナールサーカスを行う。このライブは2013年に DVD、ブルーレイでリリースすることが発表されている。2013年、アルバム、カジュアリティーズ・オブ・クールを制作中であると発表。同年10月、ラウドパーク13で来日。ありがとうございます。